イトキャップに振り付けようかなと。面白かった。ゆうき先生のアドバイス通り左からおーっしゃーだね。実は元選手がいるそうなんでフォーカスしてみましょう。これ追いかけて現れた。さっき気づかなかった10時半ぐらいになんか原沢さんから電話があって着席があって、あ、でも、どうだろう。伸びは違います。柳沢元選手だそうです。あ、元、トシ？あ、な、よくなる。あれ、トモ？元、トシ？トシ。ビデオで。はい、遅れて登場の何やってんすか、今何時ですか。2時半で。こいでます、こいでます、こいでます。なんかね、ゆうくんね、なんか太っちゃったみたいでね、ゆうきくん。そう。いや、なんか、いや、結構ぷくぷくな感じよ。今まで80リッター台乗ってたのに、今日はなんかリアルワールド92リッターで回ってくる。風がね、でもこれ乗っちゃえば今走ってるもんね。ドマツリさんの前、ああそれなんで、待てないみたいな、やっぱうまいもん。アトレットでお買い物ですか。もう終わった感がありますけど、順番間違えましたか。開けやすいですね。どうですか。どうですか。やられました。やられました。洗礼浴びましたね。後半は出れませんでした。残念。前半良かったですね。前半頑張りました。頑張りましたよ。前半全然取ってないんで。あげてください。まあいいです。初心者なんで。いやいやいや、素晴らしかったです。やっぱりちょっと距離が関係ない。あそこに10年かやっても波に乗れるようにはなりませんでした。私はくそー頑張りました。ありがとうございます。もうダメだ。髪に上がれないでここ来て。いやでも努力すごいよ。いや、ポンチじゃなくて、いや、ポンチもあるよね。もう40歳頑張ってます。40なの。40、そうなんだ。え、もしか同い年。2回ぐらいなんとか乗り換えて3発目でガツンってやる。待てられたらって言ってるから。俺あの技やりたい。ずっとサーフボードをとりあえず行くそうです。若いよね。怪我したらやろうかなと思って、いやもうやめた、体力がない。前崎なんかね、
はい、はい、サーフィン行きまーす。おお、ドルフィン来てるじゃないですか、ちゃんと。おお。サーフィンのゲティングはウィンドのゲティングよりだいぶうまいみたいな。